今日はお知らせがあります、はい。今週ですよ、もう13日金曜日、はい、縁起のいい日ですけども、あ、いい日です、ね、はい。吉祥寺のマンダラ2という、はい、ライブハウスで、うん、カルメン・マキポエティック・インプロビゼーション・ライブというのが行われるんですけども、はい、そこに我々も出ます。はい、はい。前半の分はですね、長倉秀英の歌、モンゴル民謡の歌唱法を取り入れたユニークな歌詞ですけど、はい、そのバックサポートでちょっと数曲やろうかということで、はい、何やるんですか、川ちゃん。シンセサイザーをやります。いや、今いろいろ並んでますけどね。はい、はい、うん、ちょっともともとは川ちゃんはピアノを弾く人なんだけど、うん、今回ははい、ちょっと電子楽器に挑戦してもらう。はい、いろいろ挑戦しよう。どうですかね。はい、どんな感じですかね。いや、すごいやってて楽しいです。いろんな音を使うもんね。はい、うん、新しいというか、うん、自分の中でも、うん、何が起こるかもう結構分かんないんですよ。はっきり、うん、なんか今回のライブに向けて来てくれる皆さんに何か言いたいことある？なんか、いや、もう本当にライブってやっぱ生じゃないですか、うん、すごいその空間を楽しんでほしいというか、うんうん、まあ音楽は生だよね、やっぱり。やっぱ生ですよ。やっぱ生だわ。私 CD とかよりも本当舞台っていうかね、生じゃないと。それもそうだよね。私すごい生がもう本当好きです、うんうん、いや CD っていうのは確かに製品としてあるんだけど、うん、まああれはコピー製品ですからね、うん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 、言ってみれば実際生を見に来た時には、うん、もちろん CD と同じようにはできないし、同じようにはだって意味がないし、うん、人のなんかこう心が伝わるというか、うん、同じ空間にいるわけですね。そう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 、同じ時間を共有して、うん、まあそれが音楽でしょう。はい、本当それです、それです。ぜひ皆さん来てください。はい、この川田美香さん、はい、と私とで今作った音楽ユニットね、うん、AIP。アイブですっていう音楽ユニットが、デビュー戦ですよ、うん、ライブの、はい、今後いろいろねこのユニットで面白いことやってきますんでね、はい、ぜひ皆さん来てください。もちろん長倉秀英、はい、そしてメインのカルメン・マキさん、はい、素晴らしいですよ。もう大御所ですから、はい、カルメン・マキさんのもう私も楽しみです、はい、歌とね、詩の朗読ありますから、うん、はい、皆さんぜひ来てください、はい、今週13日金曜日、はい、マンダラ2で夜7時半開演です、はい、皆さんお待ちしております。よろしくお願いします。